ございます。前回続きましてソスタコーヴィチ交響曲第10番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章3回目247小節目から358小節目までを解説していきます。247小節目から4小節間はピチカートになります。で、音量はフォルテになっていますので、1音ごとにハッキリと鳴らしていただいて構いません。で、251小節目1拍前からの8目のスラスタッカートは全てアップアップと弾いていただきたいと思います。で、ポジションなんですけれども、最初は第2ポジションでチェーを1で、ゲーをデーセンで4で押さえて取っていただきたいと思います。で、次もデーセン1本で取りますので F を1で、ゲーは第2第3の中間ポジションで2で取った後、次の小節のパスを4と取っていただきたいと思います。で、次のゲー F のスラースタッカートは第2ポジションで4、1と取った後、あとはハーフポジション第1ポジションを中心にパスは第1ポジションで4で取る形となります。で、その後のボーイングですが、ゲーの態度の場所は、フォルテが続いていますので、ここは2小節単位で1回の変え身をしていただきたいと思います。改めて251小節目、1拍前から通して演奏します。このような形となります。259小節目、2拍目から再びピッチカートになりますので、このポジションはもうゲー、ギスのみになりますので、2、4と第1ポジションでも構いませんし、1、2と第2ポジションを使っていただいても構いません。で、264小節目、1拍前からはポジションを説明していきます。最初は第2、第3の中間ポジションを使って、チスを1。で、4分の2拍子になりましたら、次の小節のギスを4とまとめて取ります。で、次のフィス、ギスの8分音符は、フィスを1で取った後、次のギスは第3ポジションで2で取ります。で、次の小節のアートをまとめて取った後、ギス、フィスのスタースタッカートは第2、第3の中間ポジションに戻して4、1と言います。で、次の A なんですけれども、ここでアーセンに移って第3ポジションで4。で、再び、ディス、チスになりますので、ここもアーセン1本で4、1とまとめて取っていただきたいと思います。で、267小節目から2小節間のポジションは2つのパターンを説明します。まず一つはハーフポジションでハー、ディスを2、1と取った後、で、ギスを4と取る方法があります。で、二つ目なんですけれども、最初のハーを第1ポジションで1で取った後、ディス、ギスを第2、第3の中間ポジションに戻って、ディスを4、で、ギスを、A 線で1、このように取っていただいても構いません。両方のパターンをゆっくり弾きますと、もしくは、このどちらかを選択していただきたいと思います。改めて264小節目1拍前から通して演奏します。ここまでこのようなポジションとなります。269小節目から3小節間のボーイングは前の小節がダウンで終わっていますので、最初のアをアップで入った後、3拍目のアもアップで弾き直しを行って、ここから弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいは269小節目の頭のアからすでにダウンで弾き直しを行って、もう思い切って全てダウンで弾いていただいても構いません。288小節目からはポジションを説明していきます。最初はアーセン1本で取りますので、アを解放で、ベを1で、セーですは第1ポジションで2音と取ります。で、次はハーフポジションでベとセーを1音と取った後、で、次のデス、エスは第2、第3の中間ポジションまで跳躍して、ここもアーセン1本で、1、4とまとめて取っていただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。で、次は第2ポジションを使って、セー、F のスターは1、1。で、デス、ゲスはポジションは変えずに、2、2と、ここは異変して取っていただきたいと思います。291小節目、1拍前から同じフレーズになりますので、ここを使ってゆっくり通して演奏します。ここまでこのような形となります。292小節目2拍目からのポジションですが、最初のゲー、フィスはポジションは変えずに第2ポジションのままで4、2と取ります。で、3つ目のゲーで解放を使ってゲー線に移って、で、アーは1で取っていただきたいと思います。で、次の小節はベー、アー、ベーまでを第1ポジションで2、1、2と取った後、最後のセーは第3ポジションまで跳躍して、セーは1で取っていただきたいと思います。で、次の8分音符のデス、セーはポジションは変えずに2、1。で、エス、セーは、ここも
もうゲーセン1本で4-1と取っていただきたいと思います。最初からいきますと、このような形となります。294小節目200目からのポジションは米を1で、アは開放で米を再び1で取ります。で次のセイなんですけれども、ここで第1ポジションで2で取っていただきたいと思います。で295小節目のですセイですを、ここは424とここまでまとめて取ったと、次の S は異変して取っていただいて構いません。米線で1で取り、 A フィスのスダは22と取っていただいても構いませんし、あるいは12と取っていただいても構いません。最後は第2ポジションを使ってゲーフィスを42と、D 線1本で取っていただきたいと思います。297小節目からのポジションですが、ここはハーフポジションでハーツェを24で、 D は開放で S を1とまとめて取ります。で最後は F ゲスになりますので、第1ポジションで2424と取っていただきたいと思います。最後にもう一度288小節目から今の場所までゆっくりしたテンポで通して演奏します。で288小節目から7小節間の再現になりますので、ここを使ってもう一度2テンポで演奏します。インテンポではこのような形となります。307小節目から2小節間のポジションは288小節目200間の再現になりますので、ポジションは先ほどと同じように取っていただいても構いませんし、でもう一つはS までしか音がありませんので、最後の S のみ異変して取っていただいても構いません。その場合はデスを4と取って S はハーフポジションで1で D 線で取る形となります。で309小節目からのポジションですが、ここは D 線1本で取っていただきたいと思います。ハーフポジションで SF を14で、次はゲスアスになりますので、第2第3の中間ポジションに跳躍して14と取り、次の小節の F ゲスを第2ポジションで12で、次は第3ポジションでアスアを24と取っていただきたいと思います。ゆっくりしますと、このような形となります。311小節目1拍前からのボーイングですが、随所に出てくる普天8分16分音符のボーイングは最初を除いて全てアップアップと弾いていただきたいと思います。最初だけ例外的にダウンアップと弾く形になります。通していきますと、このようなボーイングとなります。323小節目1拍前からのボーイングですが、ここは2つのパターンを説明します。まず1つは323小節目から小節の頭に全てアクセントがついていますので、ここを全てダウンで弾きたいのであれば、1拍前をダウンアップと弾いた後、323小節目に入ってからは全てダウンアップアップダウンアップアップを繰り返して弾いていただいても構いませんし、あるいはアクセントを全てダウンで弾くことにそれほどこだわりがないのであれば、ダウンから入っての弓順で弾いていただいても構いません。両方のパターンで最初の部分を弾きますと、これでも構いませんし、あるいはこのように弓順で弾いていただいても構いません。どちらで弾いても341小節目の入りはダウンになりますので、無理に帳尻を合わせる必要はありませんので、どちらかを選択していただきたいと思います。341小節目から4小節間のボーイングはダウンからの弓順で弾いていただいても構いません。343小節目の1拍目2拍目頭拍になっていますので、両方ともにアクセントを全てダウンと弾いていただいても構いません。その場合で弾きますと、343小節目のみダウンダウンと弾いていただいても構いません。で345小節目からはダウンからの弓順で弾くようにしてください。ダウンアップともに均等なアクセントをつけるということを心がけていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。この第4楽章アレグロに入ってからは基本的に4分の2拍子の音楽ですが、随所に4分の3拍子が挿入される箇所が出てきます。
特にピッチカートの部分の4分の3拍子はカウントを間違えやすいので、どうしても間違えてしまうという場合は、表紙に大きく丸をつけるか、その小節ごと色分けしていただいても構いませんので、表紙が変わった時にカウントを間違えることのないように注意していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。